美しいイチゴができました。できました。ノーコメント。Hey guys, it's Cathy Cat, the strawberry hunter. I found out that there's a place where you can go strawberry hunting in Tokyo without traveling to the countryside. In Nishifunabashi, there is an all-you-can-eat strawberry hunt farm. And the best thing is, they also farm several types of ichigo, or strawberry, so you can enjoy different flavors. Ah, so many strawberries! I'm gonna eat you up! Wow, 来ちゃいました! Konnichiwa! Konnichiwa!こっちの場所の前は石井農園エルベアです。エルベアで、はい、そうです。これもしかしてドイツ語のイチゴじゃないですか？その通りです。いやドイツ語使ってくれてありがとうございます。こちらこそ。というわけです。すごい期待してるんですけど、はい、ちょっと案内してもらえますか？どうぞ。すごい暖かいというか、もうイチゴの美味しい風味がくんくんくん。はい、入ってきましたが、すごいいっぱいイチゴ並んでますね。そうですね、あの列によってだいたい種類が違うので味比べができます。うちだと今7種類栽培させてもらっていて。そんなたくさん種類があるんですか？種類によって味が全然違うので食べ比べてみてください。じゃあちょっと案内してもらえますか？1個ずつ食べていいですか？はい、どうぞ。ここではなんとイチゴ狩りのコツを教えてくれそうなんで聞いてみましょう。はい、まずこういうヘタの元まで真っ赤な、ヘタが反ったイチゴを取るととても美味しくて甘いです。それで、茎を持ってもらって、その後に、イチゴの先端を上に向けてもらうと簡単に取れます。一旦見本見せていただけますか？ちょっと緊張なんです。まず茎を軽く引っ張ってもらって、イチゴの頭を上に向けてもらいます。その後に横に引っ張ると簡単に取れます。じゃあ私もやってみます。 Let's do this。 じゃあ優しく上に持って、こんな感じ、はい、おー、自動的に離れるんですね。そうです。あ、できました。うわ、もうとっても美味しい匂いですよ。今のイチゴの名前と特徴を教えていただけますか？はい、この品種は秋姫という、静岡の品種で、甘いお菓子のような、味のイチゴです。じゃあいきます。いただきます。これ柔らかいですね。もうなんか噛むんではなくても溶ける、なんか上品な味してます。いいとこ気がつきましたね。そういう優しい甘さのイチゴです。さっき真っ赤と思ったら、こっちの方がもっと真っ赤ですね。しかも大きい丸い。あじゃ、あはー、うわ、大きいですね。鼻より大きい、目より大きい、おでこの半分ぐらいかな。ますますジューシーですね。中まで真っ赤なんで。わあ、this is pretty good。ピーチにベリー、ピーチなのにベリー、ベリーなのにピーチ。その通りです。いちごなのに桃みたいな、そんないちごです。美味しそう。他のイチゴより小さいけど、なんか味がぎっしり入ってるような気がします。これ普通のイチゴの形なんですけど、逆にちょっと形が変なやつの方が美味しかったりするんですよ。変な形の方が美味しい。他の品種でも形がちょっとおかしいのとか、受粉がうまくいかなかったの方が美味しいイチゴになってますね。イチゴ狩りに来たら、まあ、そういうイチゴをちょっと探して食べてみるのも面白いかもしれません。美味しくいただきます。なにこれ、桃桃桃いちご、なんですごい、
も衝撃が強いんですけど。そうですね、いちごなのに桃なんで、うわー、なんかふみーんとか思ったんですよ、正直に、はい、なんかちょっとだけピーチのふみーんと頑張って考えればピーチかなと思うぐらいんですけど、そうでもなんかもうピーチ、いちごのベストとピーチのベストが結婚して美しいいちごができました。できました。いちごの形がすごいゴツゴツしてるんですけど、ドイツ人みたいな印象ですね、はい、よし、ゴツゴツ持ち上げて、いちごにダメージは与えたくない。あ、よっしゃ、結構ゴツゴツです。グッドアペティット。まだ全然違う、美味しい。なんか歯ごたえが変わりました。そうですね、かなりハードなイチゴで、これもドイツ人みたいなイチゴですね確かにドイツのイチゴは結構硬いですよ。でもハードなのにちゃんと甘いですね。とても甘くて美味しい大きいイチゴです。もう本当に今まで柔らかいの多かったんですけど、ちゃんと噛む、でもその満足するんですよね、その歯ごたえがあるところは満足です。さて次、はい、次はチーバベリーという新しい品種になります。チーバベリー、あ、今ちょうどチーバにいるんですよね。その通りです、チーバで新しくできた品種になります。なんか今新しい品種って言ってたので、日本でいっぱい品種があるってことですか。そうですね、結構何百種類とあると思います。多いですね、これ作るの大変じゃないですか。そうですね、1年や2年じゃできる品種はほぼないので、何十年かけて作ってる品種だとは思います。 Let's eat。 じゃあこれですかね、もう私の手の3分の1じゃないですか。よし、優しく、うわぁ、これもう私のドレスに乗ってるイチゴにそっくりじゃないですか。うわー、同じだ、すごい、わっ、また全然違いますね。でもなんか香りってすごい、香りの味、その後は後味さっぱりしてます。すっきりな感じのイチゴですね。甘いなのに、あとはすっきり。チーバー、最高。おいしいは実はね、Cって書いてあるんですよね。そうなんですよ、このいちごの品種は、ビタミン C が普通のいちごの 1.7 倍入ってます。ビタミン C の C ですね、カティキャットの C じゃなかったんですね。ノーコメントよし、食べます。でもすごい大きいですね。そうですね、この品種の特徴としては、綺麗な、丸型の円錐で、とても色が鮮やかなイチゴになります。優しく、うわおすごいですね。これもベリーじゃなくてフルーツですね。どこから食べればいいですかのところにやってきましたじゃあいきます。え、なんか一口では食べれないまた味も模様も綺麗、おいしい、甘い、絵のようないちごの形ですね。美しい、おいしい、満足 100%。 This is so good and they're huge. They're like bursting with flavor. ラストに来ました。はい、ラストはとちおとめです。で、その今の順番いたんですけど、その順番に意味があるんですか。そうですね、味に、すごい、濃さがあるので、味が最後一番濃い品種を持ってきました。一番濃い、じゃあいただきます、はい、
どうぞ。うん、うわ、うまい、すごい、すごい、え、うん、え、もう全部美味しいですね。迷いますね。もう全部食べたい。もう一回全部食べたい。じゃあここではいちごマスター、イエペアマイスターに質問。じゃあいちご作る始まったきっかけは？きっかけはドイツから帰ってきて、千葉の農業試験場行った時に、いちごの先生にあたる人に、いろいろとノウハウを教えてもらって、それから、もう20年ぐらいなんですけど、いちごを栽培してます。おいしいいちごの作り方のコツは？ズバリ愛情です。あ、はい、海外のお客さん来たことありますか？今ここら辺ではすごい多国籍になりまして、中国、フィリピン、台湾、もうすごいいろんな海外の方が来られてます。じゃあ英語でもできますか？英語はちょっと苦手ですね。多少できますかね？まあ多少は、だけどドイツ語の方がまだ喋れそうです。ぜひドイツ語でも会話ができたら私は嬉しいです。会った瞬間からドイツのつながりが多くて嬉しかったんですよ。エアピールなのでイチゴ、ドイツ語だし、ドイツも行ってたし、いや嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまた来ます。ありがとうございます。ぜひまた来てください。歯と歯の間がイチゴが生えてない？よかった今粒があって超恥ずかしいかも。はい、一日イチゴの一日でした。すごかったです。楽しかった。しかも日本のイチゴはやっぱり大きいし、味しっかり甘いし、いろんな工夫してすごい世界の一番美味しいイチゴにしてると思います。なのでぜひ皆さんが日本に来るチャンスがあったら、ぜひ日本でイチゴ楽しんでもらいたいなと思います。イチゴ狩りでも、いろんなお店にあるイチゴでも楽しんでください。で、日本の方もイチゴ狩り楽しみましょう。おう、またねー。